皆様、どうもお忙しいところを集まっていただきましてありがとうございます。会社の上半期終わっておりますけれども、当社は子会社が、全子会社が12月で決算期末になるということで、ほぼ今期の業績は見通せる状態になりました。考えてみると、1979年のちょうど今時ですね、私がフェローフルディクスになるベンチャービジネスに参加して、グローバルなビリオンダラーカンパニーを作ろうぜということで、ボストンの郊外の小さな町にさらに小さなオフィスがありまして、東京でから気球で空に飛び上がって地球の自転に逆らってそのまま止まってるとすると14時間後ですね、14時間後にそのボストンの近辺まで行くと。それから考えると、その時にグローバルなビリオンダラカンパニーしようぜということでしたが、数年でかなりビリオンダラカンパニーに近づくであろうと。フェロテックは現在いろんなことをしています。その中で、半導体、電子デバイスといった主力の商品群がありますけれども、ほぼ成長路線を歩んでいると思っています。我々は、当初80年代、70年代、90年、2000年というところまで中堅企業と、まあ小規模な売り上げの会社でした。ご存知のようにアメリカの会社、子会社としてスタートしたんですが、アメリカから売却されて、アメリカと日本が分断されてしまった状態で続いた時代です。それから99年にアメリカの元親会社を我々が TOB かけて元に戻ったということで、かなりの成長路線に歩んでいます。だから当初の目論見通りやっていれば、まあ、12、3年、15年成長が遅れてしまったと常々思っています。しかしこれから中国の体制、アメリカの体制、ヨーロッパの体制といったところが、まあ、ロシアも含めていよいよフェローテックの第4成長期に入っていくというふうに確信していますので、これからが楽しみではないかというふうに思います。まさに1979年にその小さな会社に入ることを決めましたけれども、それがあっという間の36、7年でした。その間にボストンまで189回ほど往復しましたが、そのおかげで今うちの息子とガー君は僕以上に飛行機に乗っていなきゃいけない結果になってますけど、それだけグローバルな会社になっています。当時コミュニケーションの手段としたら電話かテレックスしかございませんでした。その時は月に一度往復しないと図面持ってやり取りできなかった時代です。ファクシミリが1983年に全世界で売り出す前はそんな状態でしたね。今はインターネットまであるのに、まだ相変わらず飛行機に乗らなきゃいけないと、人間のコミュニケーションの難しさをつくづく感じております。まあ、それも含めて全てのコミュニケーションツールに我々の商品が関連していますんで、大いにこれから羽ばたいていけるというふうに確信しています。今後ともよろしくお願いいたします。財務統括担当の鈴木でございます。本日は多くの皆様にお集まりいただきまして誠にありがとうございます。
これより弊社2017年3月期第2四半期の業績連結決算概要についてご説明を申し上げます。お手元資料の3ページ目をご覧ください。決算連結決算サマリーのページでございます。通期の連結業績ですけれども、売上高は376億5000万円となり、前年同期比 12% の増収となっております。太陽電池事業の黒字化および装置関連事業、電子デバイス事業の採算量化によりまして、グループ全体での減価率は 73.2% と前年同期比 1.4% 改善しております。売上増、減価率の改善によりまして、売上総利益は100億9400万円となり、こちらも前年同期比15億4600万円の増加となっております。販売費及び一般管理費は67億1700万円で、前年同期比1億1200万円の微減でございます。まあ、こちらについては円高による費用の 減額効果、それから一過性費用の未発生などの要因もございますけれども、業務効率化などを通じまして経費等を抑制しました結果、販管比率は17.8% と 1.7% 良化いたしております。その結果、営業利益でございますが、前年同期比約 1.7 倍の33億7600万円と、今年の5月13日に公表いたしました23億7000万円を大きく上回る大幅増益を達成することができました。営業利益率は前年同期の 5.8% から 8.9% へと向上しております。4年前、事業構造改革計画を導入して以来、諸施策を継続した結果、この本業からの利益に関しては、しっかりした収益体質になったものと考えております。一方、引き続き、さらなる強化を行ってまいるつもりでおります。経常利益につきましては、急激な円高が進んだ結果、11億2200万円の為替差損の計上を余儀なくされております。当社の海外子会社の決算は、先ほど社長の方からお話を申し上げたとおり、12月決算でございまして、米ドルでは昨年12月末の120円61銭から、この6月末の102円91銭と、14.7% の円高の影響を受けることになっております。この円高の影響はですね、主として海外子会社が持っております円建ての債務の評価額が増えまして、評価制の為替差損が発生しているものです。まあ、評価制の為替差損ということでございますので、昨今の円の戻りに応じてですね、通期では若干の戻し効果が出るものとは考えております。まあ、大きな為替差損を計上いたしましたけれども、本業の儲けの方が、の増加が上回っておりまして、経常利益は21億トンで700万円と、前年同期比2億1900万円の増益を達成することができました。四半期累計純利益に関しましては、稼働率の低下した太陽電池関連設備の一部を廃棄処分し、2億8800万円の特別損失を計上したことと、海外子会社から親会社に実行した配当にかかる源泉税支払いが発生いたしまして、業績予想値を若干下回る10億3300万円となっております。設備投資は支払いベースで31億4900万と、前年同期比で増加しておりますが、こちらについては後ほど説明させていただきたいと思います。また、減価償却費は19億3000万円でございました。損益計算書にかかる期中の平均為替レートは、このページの下段にあるとおり、米ドルが121円飛び3銭から111円80銭、人民元が19円19銭から17円飛び3銭ということで、大幅な円高になっております。続いて、セグメント別の売上高、営業利益についてお話をさせていただきたいと思います。資料の5ページをご覧ください。こちら、上の表が売上高、下の表が営業利益を示しております。
装置関連事業は前年同期比 3.6% 増の160億4900万円となりました。半導体製造装置のマテリアル部材であります石英製品、セラミックス製品、CVD-SiC 製品などの売り上げが順調であったため、円高の影響を受けながらも前年同期比5億5800万円の増収となっております。営業利益では前年同期比プラス 32.7% の19億トンで500万と大幅な増益になっております。営業利益率は前年同期の 9.3% から 11.9% と大きく改善しております。次世流体、サーモモジュール、パワー基板の電子デバイスセグメントも堅調な実績を示しております。こちらも為替相場の変動の影響でドル建て取引が多い本セグメントではございますが、売上高は前年同期比微減でとどまりまして61億3000万円となりました。一方、営業利益は12億6300万円と前年同期比大きく増加いたしました。これは従来以上の高付加価値製品の提供に努めた結果によりまして、営業利益率が 18.8% から 20.6% に向上した結果でございます。太陽電池事業でございますが、昨年の上半期は単結晶装置などの銀河工場への移設などがあったために、本セグメントの売上高はやや抑制されておりましたけれども、今年は移設等も完了いたしまして、本上半期は昨年の下半期の水準をやや上回るレベルの106億4400万円となりました。営業利益に関しましては、設備の減損、過去の設備の減損効果、稼働率の向上などが寄与いたしまして、1億9300万の黒字となっております。太陽電池関連の各種製品の利益率につきましてはばらつきがございますけれども、収益貢献度の低い製品に関しましては引き続き対策を講じて、太陽電池事業全体の黒字の定着に向けて意を尽くしていく予定でおります。続きまして、貸借対照表の説明をさせていただきます。お手元6ページになります。2016年9月末の連結資産合計は表の一番下の823億6600万円でございます。昨年9月末から、本年3月末から35億9700万円の増加となっております。うち流動資産、これ一番上の段でございますが475億5100万で22億6700万の増加となっております。増加の主因は見ていただければお分かりのとおり、現預金の25億2600万の増加にございます。現在中国で推進しております半導体用8インチウェハー生産設備のなどの戦略的投資に充てるための資金を9月末に金融機関から調達させていただいたために増加しております。売掛債権、棚卸資産については微減の状況でございます。固定資産に関しましては、まず有形固定資産が17億9900万の増加となっております。表の中段のコラムをご覧ください。現在戦略的投資で進めているプロジェクト、特に半導体用8インチウェハー投資、これを中国で行っておりますが、これら進行中の投資設備を建設仮勘定に計上しております。建設仮勘定が前期末の22億8900万から9月末は68億3900万円ということで44億7000万増加いたしております。この建設仮勘定がこの有形固定資産というこの表の左側の表の中にですね、ちょっと記載してないんで若干分かりにくい、分かりづらい点はあるかもしれませんけれども、この表内に記載している有形固定資産の主要項目については合計19億3000万円の減価償却が進みました。
これに加えまして、円高による資産の目減り及び一部設備の廃棄を行ったために、主要科目の合計では26億円程度の減少となっておりますが、戦略的投資による建設仮勘定の増加と、新たにグループに入りました朝日製作所の保有資産の計上が、ここの増加の主たる要因でございます。無形資産のうちのれんに関しましては、朝日製作所の株式に取得によりまして、3億3100万円ののれんを追加計上しております。従来からののれんの焼却などもございますし、あと為替の影響などで、全体では1億7900万円の増加にとどまっております。この結果、固定資産全体では13億3000万円の増加ということでございます。続いて7ページの負債及び純資産の部をご覧ください。流動負債は295億4000万円、固定負債が184億ということで、合計で479億4100万円で、86億6100万円の増加となっております。主たる要因は、やはり有利子負債の増加によるものでございます。右側のコラム中段を見ていただご覧ください。短期借入れと1年内返済予定長期借入れ金の合計は96億3000万円。長期借入れ金につきましては116億飛んで200万円。合計で212億3200万円となっております。先ほどお話申し上げました現預金を差し引いたネット有利子負債は86億6800万で約20億円の増加でございます。明細としましては右の表にございます通り、短期借入金が13億2800万の減少でございますが、長期借入金が52億飛んで300万の増加となっております。この長期の借入金は先ほどちょっとご説明させていただきました戦略的投資のために使用する目的で金融機関の皆さんよりお借り入れを実行したものでございますが、投資の借り金につきましてはまだ全額支払いに充当しておりませんので、今後投資代金の支払いが進んでいく中でネット有利子債は緩やかに増加していくことになるものと考えております。コラム下の下段の純資産でございますが、上半期の四半期純利益は10億3300万ございましたけれども、円高によりましてですね、為替調整勘定が大きく減少しております。56億5300万の減少でございます。純資産額は合計で約51億円減少いたしましてですね、344億2400万円となっております。全体のバランスシートも大きくなっておりますが、純資産の方若干減っております、減少しておりますので、自己資本比率は本年3月末の 49.1% から 41% になっております。続いて連結キャッシュフロー計算書についてご説明申し上げます。8ページをご覧ください。営業活動によるキャッシュフローは、税引き前四半期純利益が18億2100万円、減価償却が19億3000万円から流動資産、流動負債の増減で約マイナス6億円、為替差損で、6億4400万円、その他、8億8000万円の、加減算がございまして、合計で29億1500万円でございます。売掛債権、在庫、買掛債務の増加については、売上の伸びに伴うものと判断しておりますので、営業キャッシュフローにつきましては、相応の結果が得られているものと考えております。投資活動によるキャッシュフローは27億7900万円のマイナスでございます。このうち固定資産の取得にかかる支出は31億4900万円でございました。この内容は右の中段のコラムをご覧いただければと思いますが、
こちらの方、キャッシュフロー計算書につきましてはですね、現金支出ベースでの、統計ということ、計算ということになりますので、可燃度に投資が大きかった広州の子会社が支出多くなっておりますけれども、今後は半導体8インチウェハー投資を行っております上海および銀河の支出が増えていくというふうに考えております。財務活動によるキャッシュフローは先ほど説明させていただきました戦略的投資にかかる長期借り入れの実行によってネットで約40億円のプラスとなっております。これによりまして2016年9月末の連結ベースの現金及び現金同等物は3月末現在5億800万円減少いたしております。125億6400万円となっております。本年の4月に金融機関に設定していただいております65億円のコミットメントラインにつきましては9月末時点で使用残高をゼロとしておりますのでこちらの方も含めて財務基盤の安定化を保全しているものと考えております。最後に通期の業績予想についてでございますが9ページをご覧ください。11月11日の決算短信発表の際にですね、修正をさせていただいております。売上高は予想時点での為替相場は従来の想定相場より相当な円高となっておりましたけれども従来公表の750億を据え置いて発表しております。想定の為替相場は米ドル105円、人民元16円50銭で計算しております。為替相場はこの業績予想修正の後ですね、円安の方向に進んでおりますけれども、これからの先行き非常に不透明感があります。しかし上半期に発生した為替差損の一部にも先ほど申し上げた通り評価戻りが発生する可能性はあるかもしれないということではございますが営業利益それから経常利益につきましては上期の実績を勘案いたしまして50億から58億円経常利益については42億円から47億円ということで上方修正をいたしております。当期純利益については先ほど申し上げました小手資産の廃棄等もございましたので30億円から29億円として発表させていただいております。セグメント別の売上高の売上高明細はですね10ページでございます。装置関連事業で341億1200万円、電子デバイス事業で126億5000万円、太陽電池関連事業で176億9600万円と見込んでおります。以上、2016年9月期の決算概要を説明させていただきましたが、今期になりましてですね、今後の成長のためにいろいろな施策を講じておりまして、その結果、貸借対照表、バランスシートの方にですね、構造的な変化が若干現れてきているということを読んで取っていただけるかと思いますが、一方で、事業の収益の実績につきましては、ここ2、3年、着実に良化してきておりまして、収益構造は安定的な状況というふうに判断しております。先ほど社長がお話をさせていただいたとおり第4の成長期といたしまして当社グループは今後3年間大きく成長発展すべく動き出しているということをご理解いただければと思います。株主投資家の皆様のご期待に応えまして増収増益の必達を目指していきたいと考えておりますのでご支援のほどをよろしくお願いいたします。以上をもちまして、私からの決算内容の説明を終了いたします。どうもありがとうございました。営業本部長の新井でございます。よろしくお願いします。それでは、私の方から2017年3月期第2四半期の業績について、製品別に業界動向と弊社の状況を加えて、足元の状況と通期の見通しについてご説明申し上げます。上段の円グラフをご覧ください。当社の第2四半期連結売上高376円
6億円に占める各セグメントの割合は、装置セグメントが 43%、電子デバイスセグメントが 16%、太陽電池セグメントが 28% となりました。次のページお願いします。装置関連セグメントです。グラフは便宜上、上期、下期と区別して表示しております。ご了承ください。装置関連セグメントの連結売上高は、前年上期比較で 3.6% 増加し、装置関連、失礼、160億円となりました。隣の下期見込みでは、全体として増加傾向の180億円を見込んでおります。通期合計は、過去最高の341億円を目指しております。では、製品別にご説明いたします。次のページご覧ください。真空シールでございます。真空シールは、製造設備の密閉空間などに使用されるシーリング部品で、デバイスメーカーの設備投資に連動する製品です。半導体の市場動向は、ご案内のとおり、サーバー用の SSD やモバイルに使用される 3D 難度の需要が旺盛であり、半導体市場は活況でした。真空シールは 3D 難度向けの、ノードの微細化の設備投資が継続されたこと、また FPD 装置メーカーからの受注が好調であったことで、売上高は堅調でございました。上段の棒グラフを見ますと、前年上期の35億円、下期の36億円から、今期39億円となっており、真空シールは緩やかな拡大で推移しました。円グラフに販売先の業種別シェアです。 FPD の比率が上がっております。下期の見通しは、半導体向けは 3D 難度が在庫不足と言われており、国内メーカーや海外メーカーの投資が当面継続すると予想しております。FPD 市場では大型液晶向けの投資に一服感が見込まれますが、有機 EL パネルの設備投資が継続され、韓国のほか中国メーカーの設備投資が拡大する見込みでございます。スマートフォン市場は、今後インドを中心とした新興国向けの格安モデルが台数を押し上げており、中国メーカーの躍進が目覚ましく、メモリーのほか各種電子部品需要も当面継続するとの分析もございます。そんな中、下期の売上高は現地到達が進んでおり、単価がやや厳しくなる予想から40億円とほぼフラットの見込みです。通期では80億円の予想です。施策としましては、各種装置メーカーとのパイプを一層太くし、サブアッセンブリーなど受託製造も継続して営業してまいります。次に設計製品の説明します。次をご覧ください。設計製品ですが、こちらは半導体製造装置内部のウェハープロセスに使用されるジグや洗浄工程で洗浄層として使用されるマテリアル製品で、主に製造装置の出荷台数と稼働率に連動いたします。半導体装置メーカーの国内外大手 OEM、 特に米国大手 OEM からの受注が強く、大変好調に推移しました。またエンドユーザーであるファンドリーの稼働率も高く堅調でございました。売上高は、前上期比で 13% 成長の41億円となりました。このため弊社の生産現場の拡張を行いましたが、顧客からの需要が旺盛なため、現在も加工設備を増設しております。下期も足元の受注は好調で、米国大手 OEM からの受注はキャパいっぱいの状況が続く見込みです。業界内ではピークアウト感がなく、装置メーカー、デバイスメーカー、ファンドリー各社で高い稼働率を維持する模様です。下期売上高はやや増収の45億円と予想しており、通期合計では86億円の予想です。施策としましては、 3D 化プロセスでの不止まり向上に不可欠であるパーティクルレスのシリコンを材料とする、シリコンパーツの拡大、シリコンパーツ営業の拡大です。需要増産に対するため、追加の設備投資を計画しております。次のページをご覧ください。続きましてセラミックスです。セラミックスは主にプローブカードに使用されるマシナブルセラミックスと、
半導体製造装置に使われるファインセラミックスがあります。こちらも製造装置内部でウェハープロセスに使用されるマテリアル製品でございます。マシナブルセラミックスは年初はやや出遅れ気味でしたが、新型の需要が徐々に増加しております。ロジック系も徐々に回復してきました。ファインセラミックスについては静膜装置用部品が好調で、微細化投資も継続しており、特に北米顧客の需要が強い状況が続きました。下段ですが、マシナブルは自動車向けロジック用途が好調に推移し、下記ですが、マシナブルは自動車向けロジック用途が好調に推移し、新型スマホ用の、検査ジグの引き合いがあり、受注は好調に、推移する見込みです。ファインセラミックスは微細化投資及び 3D ナンド投資が継続の見込みで、需要増加の見込みでございます。グラフをご覧ください。下の円グラフです。黄色と緑の数値をご覧ください。海外顧客の需要がさらに拡大しており、売上比率で 46% となりました。このため為替の影響もございました。施策としましては中国新工場の増設中です。下期のセラミックスの売上高は32億円、通期で62億円と予想しております。次のページをご覧ください。続きまして CVD-SIC でございます。販売先は半導体業界が主力であり、高純度で高温耐熱性能が優れたマテリアル製品でございます。まず円グラフをご覧ください。製品の7割近くが海外売りで構成されている部品でございます。おおむね各国の大手装置メーカー向けに販売を行っており、今上期の売上は12億円でした。海外売上の需要は強く、アジア、日本顧客好調に推移してきました。下期は米国の大手は変わらず強気であり、国内アジアも増加傾向であります。施策としましては、顧客要求に対応するため、国内工場の稼働率を上げ、韓国に新たな工場を建築します。半導体以外の顧客への販売を強化してまいります。下期売上は14億円を見込んでおります。次のページをご覧ください。半導体ウェハー加工です。半導体ウェハーは6インチのディスクリートウェハーが主たる製品でございます。今上期は半導体市場が活況になったことから売上高はおおむね計画線で推移しました。特に自社ブランドの販売については、社債向けが好調でございました。現在8インチウェハーの新工場建築を進めており、次年度後半から販売開始の予定でございます。下期もほぼ同水準と見込み、売上高20億円、通期39億円と予想しております。下段に EB ガン蒸着装置を簡単にご説明いたします。 EB ガンはレンズの静膜装置などの熱源として利用される製品です。蒸着装置は LED の電極や3合族の金属を蒸着させる装置でございます。上機はスマートフォンの通信チップ向けが好調で、上機下機ともに通信チップ用途が継続する見込みでございます。LED 市場も車載用途需要があり、売上高は通期で45億円の計画です。次のページをご覧ください。続きまして電子デバイスセグメントです。上期の売上高は61億円となり、前期より 5% の減収です。下期は売上高65億円を見込んでおり、通期では126億円の計画となっております。次のページご覧ください。サーモモジュール製品は売上高は57億円となりました。主力の自動車温調シートについては、北米と中国の自動車販売は好調でしたが、輸入先が米国のため為替の影響で前年を割り込みました。その他の産業向けのサーモモジュールについては、円グラフの通り家電向けや民生、半導体、バイオ向けが伸びました。中国でモバイルの通信方式の変更に伴い、通信機器向けも好調で、各業界とも好調に販売ができました。下期は自動車温調シートについては、
自動車販売台数が米国でピーク感がありますが、中国市場は好調の様子です。一方その他の産業では民生と半導体用途は概ね好調を維持するものと見込んでいます。またパワー半導体用基盤は新たな欧州顧客へ概ね好調を維持するものと見込んでいます。そのため現在設備投資を実行中でございます。施策ではサブアッシー品の標準化を進め、コンサル型のサービスを展開します。売上高増加に伴い製造ラインの自動化投資も継続して行う計画です。下期の売上高予想は60億円、通期計画では118円を見込んでおります。次のページをご覧ください。続いて、太陽電池セグメントについてご説明いたします。上期の太陽電池セグメントの売上高は106億円となりました。前期の 21% の増収となっております。グラフの中ほどの太陽電池シリコンが大きく伸びております。これは中国の固定価格買取制度フィードインタリフによる駆け込み需要で、太陽光パネル需要の拡大によるものです。下期はその反動で PV 市場は減速する見込みでございます。次のページご覧ください。石英るつぼと格闘です。上期売上高は13億円となり、前期比 22% の減少となりました。竹商用の格闘については一時的な駆け込み需要がありましたが、顧客の内製化や大型化が進み個数が減少傾向となり、加えて製品単価が厳しいままで推移しました。そのため竹商用途は製造ラインの一部を廃棄処分し、固定費の削減を実施しました。単結晶用るつぼは PV 用途から半導体向けに転換しており、おおむね計画線の状況で推移しました。下期は半導体用途の中高系以上のるつぼに的を絞り、 PV 市場向けは自社消費分を除き徐々に縮小し、半導体向けに生産をシフトしていきます。施策としましては、合成るつぼをはじめとする半導体用途の開発と評価を継続してまいります。下期売上高は8億円、通期計画は22億円を予想しております。次のページをご覧ください。太陽電池シリコンです。太陽電池産業は新興国での需要が増加し、太陽電池パネルの導入量は増加が続いています。特にインド向けのパネル設置需要は旺盛です。上期の販売は中国で固定価格買取制度の駆け込み需要が入り、太陽電池シリコンの売上高は54億円で前期比 4% の増収となりました。下期は駆け込み需要の反動が懸念され、在庫調整などがあり減収を見込んでいます。一方で新規 OEM 先への供給が始まるなど、次年度につながる事項もございます。トルコで開催される COP22 加盟国140カ国の太陽光発電も中期的な潜在需要です。下期の売上高は43億円、通期は98億円を見込んでおります。施策としましては、銀河工場集約による収益改善の継続、最先端技術の向上に努めてまいります。次のページをご覧ください。太陽電池用セルです。多結晶需要が旺盛であり、中国、インドが重点販売先です。変換効率の競争となり、パーク技術を導入し立ち上げました。下期はシリコン製品と同様に、中国のフィードインタリフの影響から価格の下落により減収の見込みですが、中期的には世界の導入量は増加しており、 COP22 の追い風もあると考えております。下期は17億円と見込み、通期は50億円の予想でございます。次お願いします。通期の連結売上高は750億円、連結営業利益は58億円を目指してまいります。為替の前提は105円でございます。
以上で私からの製品説明を終了いたします。ご清聴どうもありがとうございました。皆様こんにちは。私は代表取締役の副社長のガーと申します。皆様お忙しいところご出席していただきまして誠にありがとうございました。今日の説明会は、我々の連結というところまで考えると上半期の説明会ここで行います。まあ、実際は子会社はほぼあと1ヶ月ちょっとぐらいもう通期が全部終われるというふうにと思ってます。だから先ほど、鈴木さん最後発表したの通期の数字がほぼほぼ、まあ、自責と同じぐらいになってくると思います。またトランプのおかげで円安が進んでそれで我々の為替損の方がもしかしたら少し減ってくるというふうにと思ってます。まあ、具体的な数字は皆さんはほとんど全部述べさせていただきましたので、まあ、私の方から、我々のフェロテックの方から去年は3カ年我々中期計画皆さんにお話ししましたので、でじゃあ今のところは我々は構造改革2012年から始まってそれで今のところはまあ見た限りが安定的に成長してきたと。まあ実際がまだまだいろいろ考えなければいけないことはいっぱいあるというふうにと思ってます。だから、去年は我々が申し上げたように2016年、17年、18年までは1ビリンの会社を作りたいというふうにと思ってます。もちろんいろいろ変動は必ず出てくると思ってますので、ただ我々がますますフェロティックはどういった会社にするかということが分かってきた。まあ我々はまず半導体のところ、装置関連のところは注力してもっともっと力を入れるべきというふうにと思ってます。その次、やっぱり我々電子デバイスのところはもっと力入れなければいけないというふうにと思ってる。で、じゃあ我々この2分野のところは何をやったと、この1年間あるいはこの2012年構造改革してからこの4年間我々はどういうことをやってきたというふうに皆さんにご報告させていただきます。まず我々は装置関連のところはまず一番我々が強みのところは材料関係、まあ、材料関係のところは我々は石英の非加工機械加工、この分野はかなり我々が多様化にして、ほとんどいろいろメインのお客さん全部取り込んで、我々のお客さんになると。一社が何かあってもあまり影響はないというふうに我々が今動いてきてます。だから、そこの辺は、もちろんキャッパの方はどんどん増やせなければいけないと。このキャッパは我々自分で増やすということじゃなくて、外注のところも育っていきたいと。いうふうにと思ってます。だから今のところ見た限りは、石英の方は来年我々がもう一つの工場を作ります。まあ今のところお客さんのところいろいろところから情報収集して、だいたい今年の 1.3 倍から 1.4 倍ぐらいまでいけるというふうにと思ってます。2番目の材料セラミックス。セラミックスの方は我々高純度のセラミックスはかなりこの業界の中に公表されてます。だからこの部分も我々は新工場ハンツのジャントン工場は今年いっぱいで出来上がります。それで我々飛行士はほとんど全部で終わるのは来年の9月まで。なんで来年9月まで、いろいろお客さんの評価はかなり厳しいのところがあって、我々が工場を移すのは11月12月からもう始まります。だから今のところ考えているのが竣工式やるのは来年の4月ぐらいは皆さんに一応招聘してそれで竣工式は行いたいというふうにと思ってます。でそれで新工場できたら我々今のキャパは考えるとだいたい今の現時点でのキャパの 1.5 倍まず増やすと
というふうにやと思っています。これからの3年間の間には大体は2倍以上は増えるというふうにと思っています。3番目、我々のアドマップ、去年は我々、三井造船の方から入手されて、それで我々の子会社になりましたと。それで、まあ、我々今のところは、CBDSIC かなり今エチャー関係のところはかなり使われているというふうにと思ってます。それで、まあ、我々今の、岡山の工場だけちょっとキャッパの方もかなり難しいところがあると。それで我々は、今年の6月5月から、韓国で我々が工場を作るということはスタートしました。韓国の工場はおそらくメイン工場はおそらく今年の12月は完成できると。全部出来上がるのは大体来年の3月。それで我々は多分我々の据え付け機械の調整終わるのは来年の今のところは3月終わらせたいと。そこからお客さんの評価が入ります。そうすると我々の今のところはコストでもキャッパでも今のところ今より倍以上はもうできるというふうにと思ってます。まあ、あと CBDSIC のところは一般の航空関係のところ、あるいは原子力発電の関係のところはもう使われるということは今皆さんは大手企業は動いてきてます。だからそういったところを我々も視野に入って、ただただ半導体だけじゃなくて一般の汎用のところもインダストリアルのところも我々がもう入れるようにしたいというふうにと思ってます。それで4番目は我々が3年前から動き出したのは SI フィジョン、シリコンパーツ。シリコンパーツはやっと我々は機械の方は今年の8月、10台の、構造、改造が全部終わりまして、それで今のところは順調に進んでおります。だからそういった意味ではシリコンパーツの方は、今のところいろいろ大手企業問い合わせ来て、装置メーカーの方から、日本もアメリカも皆さんはこういった我々のものは今評価が始まってます。だからそういった意味では我々の一番最初を計画した通りに いけるじゃないかなというふうにと思ってます。その次、我々の、メタル関係。そのメタルの方は、我々10年前からもう我々の真空シールだけもう会社としてもう成長がもう全然ないと。もうそれだけ我々が正直言ったら会社が生きていけないと。もう我々が他のこのコア技術を生かして、それで他の分野に入りましょうというふうにと思って、それがスタートしました。それでスタートしたのは真空チャンバー、それで高圧チャンバー、それでロボット関係、そういったところは我々始まった。それでやっと我々が今のところがかなりのスピードでどんどん進めるようになってきたと。今のところはどこの装置メーカーに行ってもフェロテクは真空チャンバー作っていることは皆さんが全部分かってます。そうすると、まあ、我々はこういったところはかなりこれから期待はできるというふうにと思ってます。で、我々はまたもう一つのビジネスが延長線が出てきた。それは2年前から我々が動きを出して、何の動き出したのはやっぱり部品だけ組み立てする、あるいはユニットだけ組み立てするのが面白くない。やっぱり我々が装置メーカーと一緒に組んでパートナーシップを作って、我々が OEM の形で彼たちの装置が組み込んだらいいじゃないかなということは一応我々スタートしたんですよ。我々のやり方としたら、ハンツーでチャンバーは作って、あるいは真空スペアパーツを作って、組み立ては今のところ上海でやってます。そうすると上海のハーフも有効的に使えるというふうにと思ってます。それで皆さんご存じるように、中国の政府の方から去年5月発表したのは2025年中国製造ということを発表しました。それで2025年まである10分野の中に
中国製は 50% させたいと。これで合弁でもいいし独資でもいいし、中国の中で物を作ったらこれは中国製みなしというふうに発表された。それで我々が今狙っているのは、これから装置メーカーとお話が進んでます。我々は組み立て工場を作りましょうよ。我々自分で部品とか全部作れるから。だからそうすると OEM の形で、今はなんで我々はこういうことをできる、考える、要はこの装置作ったら中国のメーカーに納めるんですよ。だからこれからこの装置作って輸出じゃないんですよ。だからこの装置作ったら誰に売るかということは中国のメーカー。そうすると要するに、例えば半導体、例えばこれから多分盛り上がっていくというのは有機エルです。この有機エルの方は2020年まではみんなは4兆円ぐらいのビジネスになるというふうにも見てますので、だからそういったビジネスチャンスが出てきた。そういった意味では我々はこういったパートナーを探して今はどんどん話はかけてます。もうぜひとも、あなたたちがもうそういった投資もいらなくて、もう我々と一緒にやったら中国に装置が納めて、そうするとメンテナンスも我々がやってあげると。そうするとあなたたちがもうリスクはどんどん減ってくるというふうにいろいろお話がしてきました。それで皆さんはかなり興味が出てきた。だからこういった意味では我々スペアパーツとかいっぱいやってきたということを、我々がやっとそういうお話がもうついてきたと。それともう一つ、我々半導体関連のところ、8インチのウェーファー、8インチのウェーファーは我々皆さんは多分前回の5月の説明会の時も私が皆さんに報告したと思いますので、今のところ状況はどうなっているか。上海の機械は全部中には入りました。現場に一応もちろん内装を全部終わった。それで今は調整入りました。それで、物を作るのは来月の12月試作はします。1月から物出てくる。そこからデバイスメーカーに評価させます。だから今のところは10万枚です。それで銀河の方も、我々は4月竣工着工式やって、今のところ考えているのが来年の4月か5月ぐらいか竣工式をやりたいと。我々のある日本の、デバイスメーカーの人は我々のところについ最近は来まして、私は質問した。この8インチの工場を見てあなたはどう思うんですか。いや、かなり立派な工場ができたと。これが全然恥ずかしくないと。の8インチのデバイス工場になっていると。あ、それはもちろんまだ物はちゃんとしっかりできて出てないだから、これから我々は物ができて、今のところ我々は見た限りは、コストも抑えられると、利益も出ると。もうフル稼働になったら今のところ予定しているのは第2クォーターから2万枚、第3クォーター5万枚から6万枚、第4クォーターは10万枚フル稼働させたいと。これができて我々はここからじゃあ何をするかということは、もちろんもっといろいろ量的にも要するにもう作れるようにしたいと。それが状況によって、その時はまた皆さんに何か進展があったら皆さんに報告したいというふうにと思っています。それでもう一つ、我々の半導体絡みのところ、戦場のビジネスと思ってます。だから我々今のところ来年の4月までは、戦場工場はもう4つがあります。それで上海、天津、四川省、内江と大連です。もうこれからあとは2つ我々が作ります。あと2つは今のところは予定しているのは、1つはアモイ、もう1つが武漢。もちろんこれがいつ作るかということは一応要はいろいろは時期を見てそれで決定したいと。この戦場ビジネスは正直言ったらもう中国の中には、本当に28ナノあるいは20ナノそれでまた16ナノ洗浄できる会社はものすごく限られている。だから我々できるということはものすごく有利になります。もうその中には価格の競争はもう一段そんなに激しくはならないと
いうふうにと思ってます。まあ我々がやっぱり付加価値あるものがどんどんあのよそにやりたいというところまで考えていると思います。それと半導体のところはもうフェロテクということで名前出てきたときみんながこの会社半導体のメインの会社もうこれが一つもう分かった。もうフェロテクは半導体のスペアパーツとこれから OEM の装置関連も組み立てもやるという会社になっていると。いうふうにもっと単純化にさせたいというふうにと思ってます。それで二つ目、電子デバイス。電子デバイスのところはかなり面白いことが出てきた。テレコム。テレコムの光ファイバー関係。もう今のところはみんなが盛り上がっているのが5時。もう4時はまだ終わったばっかり、これから5時です。まあ、日本は2020年は皆さんにあの約束した。あのオリンピックの時は5時は完成するというところまで一応皆さんが動いております。だから5時はじゃあこの中に我々何が入るか、我々一つ入れるというのはまず我々のサーモンモジュール。サーモンモジュールはあのこの、 あの、基地の中にはあのある部分、心臓のところは温度をコントロールしなければいけない。そうするとこの温度をコントロールのは結構場所は小さくて、我々はマイクロモジュールが使うんですよ。そうするとこの、 あの5時の時はこのアンテナのところは、基地があってアンテナがほとんどそれぞれあの使うところ、例えば住宅地のところ小さいのアンテナつけるんですよ。そうするとこのアンテナは我々はあ の、 のモジュールと我々は今は足品ユニとかにしてそれで売ってるんですよ。だからそうするとかなりの量は出てくる。まあその中でもう一つ面白いのは、光ファイバーような、ワイヤーとインゴットを作ってる会社の線の関係は今の我々かなり今はこれから、装置の関連のところをもう作れると、組み立てまで我々やるということは今いろいろ動いてる。こういったテレコンの関係は我々これからもっと面白くなってくると。それでもう一つ、自動車関連。自動車関連のところは我々はいくつのものが入れる。まずサーモモジュール。まあ、まず一つ皆さんよくわかる。あのシート、音調システム。それのその次はエアコン関係。その次は、ヘッドアップディスプレイ。その次は、発電関係。あとはリチウムイオン電池のその時の冷却ようなところ。もういっぱいこの中にはいっぱいあるんですよ。だからそういったところは、今年は、おそらく中国の自動車の市場の大きさは今年2016年もう発表は、この前、つい最近、広い広州のショーの中には、2700万台に、なるという見込んでるなんですけども、2年後は3000万台。になりますと。そうすると我々は早く自動車関連のところはもっと力入れて、サーモモジュールはいかにユニット化にして、それで自動車関連のメーカーに売り込みに行くというふうに思ってます。それでもう一つ面白いのはパワーデバイス DCB の方。この DCB のこのものに関しては我々は今のところは、大手企業に全部ほとんど入りました。パワーデバイスの方がどこに使うか、使うところは IGBT とか、特にこれから自動車、電気自動車、そういったものが出てきたら必ずこういったものを使うと。それとあとは、新幹線のところと、あとは家電製品のところ、もういっぱい使うと。そういった意味ではまあ我々はもうちょっといろいろ力入れてやらなければいけないなと思ってます。デバイスメーカーに収めるときがもう少し要するに我々が付加価値つけられるようなユニット化にして、それで収めた方がいいじゃないかなということを考えていると。それでまあもちろんそういったことをこれから将来性あるもの、まあやっぱり会社が持続的に発展できるようなものがないとそれがダメですよ。だからそういった意味では私はそういうふうに考えている。それで、まあ、太陽電池はもちろんやってます。太陽電池は私が考え方として我々がそんなに拡大ことはもうしない。逆に私がどんどん縮小して一番いいものを残したい。いいものというのは
技術あるもの、例えば我々今セール、今のセールは我々の変換効率は、物の場合は大体 20.9、 もう間もなく 21% になります。そうするとこういったものが残ったら、今の値段の方はどのぐらい差がある、例えば我々作ったものの 20.9% の変換効率のものを売った場合は、一般のものよりだいたい 50% 高い。要するに作れる人はまだ少ない。だから我々セールはこれからほとんど全部パック技術使って、それで高変換効率のものを作ると。それ、まあ一つ考えている。それでもう一つは、我々ウェーファーものもある、マルチもある。この中にも我々一番いいウェーファー作りたいと。いいウェーファー作るというのは、やっぱり皆さんがセールのメーカー使うときは変換効率は普通より高くなる。それで何が違うかというのは、まず純度は高い。もう一つは酸素濃度は低い。もう一つは炭素濃度は低くする。そういったいろいろ技術面は我々は理想的の技術の企画は見つかって、それでこっから研究すると、そうすると最終的には我々は量はいらない、我々が必要になってくるのは利益です。我々の太陽電池作るというものに関しては、一番付加価値あるものしか作れないというふうに、我々はこれからの 2,3 年間の間にどん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 そういう道に入りますというふうにと思ってます。だから最終的に最後、私は皆さんに言いたいのは、我々のフェロテクはこれから中長期発展するため、我々の半導体、いわゆる我々のセグメントということを言ったら、装置、装置絡みのところ、それと、もう一つは電子デバイスのところは、我々はかなり注力して、かなりそれだけでも今の1ビリオンじゃなくて、私はもっともっといけるというふうにと思ってますので、もちろん皆さんのご支援ご指導は必要になってくると思いますので、ぜひともまたいろいろよろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。